ウリュウ島が存在したとされる、別府湾ワウリュウ島は、大分県の別府湾に位置していたが、安土桃山時代に1日にして沈んだとされている、島である。別名、沖の浜。後期の、豊か吹気分など、古記録に収められた伝説や昔話を元にすると、ウリュウ島は、別府湾の九州本土から400の500メートル沖、大分川の原河口付近にあり、 島の周囲は約12キロメートル、人口約5000人だったと推定される。島の恵比寿神社にあった恵比寿像の顔を不心得者が赤く塗ったたたりで、島が沈んだとされる。幕末に安倍丹西が編纂した記事上雑誌は別名を沖の浜と言い,い、全国から船が出入りする約1000件もあった港町で、寺社や島津勝久の館が並んでいたと記す。 同じく幕末に書かれた、豊火小児壇にはウリュウ島と、その北にあったとされる久光島などが、別府湾を覆い尽くすように存在していたとする地図を、載せている。ウリュウ島という名称が最初に使われたと言われるのが、1699年の、徳く貞則豊か吹き木垣である。道書及びその写本、または、遺本とされる。 豊タ気分によれば、ウリュ島は1596年9月4日の地震によって沈んだとされている。この地震については、ルイス・フロイスが九州にある大港の海港が地震によって被害を受けたと言及している。この地震は実際に起きたことは現在までの研究で判明しており、震源地は別府湾南東部でマグニチュード7.0程度と推測されている。 沖の浜については、寛永13年頃に成立したとみられる、つれずれぐさいや評判に、南海にあった、千島、万里が瀬の記述に続いて、日本にも、秀吉公いまだご存うなるうちに、文豪沖の浜といえる海図、に墓に、深海と生て数百人しける。遥かなる丘にありける楠の木の大木、沖に生て、近年まで潮の干しける時には、小濡れ見えしという記述がある。 現在、大分市聖火町には、ウリュ山井徳寺という寺院が存在するが、文語国史によればこの寺院は、大友氏十九代当主、大友義長の弟、大友義政が、永昇十年に、ウリュウ島に開いたもので、沈没後に現在地に再建されたものと伝えられる。実在したかどうかについては、諸説あり、島があったとされる場所は、湾の最新地であるとして、 存在を否定する説、島ではなく、半島だったのではないかとする説、別府市、または、大分市に当たる位置にあった村だったとする説など、大分川川口沖の海底に残る地滑り跡から、土砂が堆積してできた島が、地震による液状化と津波、その後の侵食で消失したとする説など、研究者によって見解が分かれている。また、 村だったとする説の一つとして、実在した沖の浜という港町が地震で海没し、後世にウリュウ島という別名が付けられたとする説も、ある。別府湾内には、ウリュウ島の隣に久光島という島があって、ウリュウ島と同時、または2年後に沈んだとされる。この他日本国内では、高麗島や万里が島に関して、ウリュウ島と類似した島の沈没伝説が残っている。 人よにして沈んだ共通点を持つことから、日本のアトランティスと称されることもある。ありがとうございます。